川内、川内、河内、河八は、日本海軍の戦艦。河内型戦艦一番艦である。姉妹艦は、摂津、旧自体では摂津。艦名は、幕末期の帰船、河内に続いて二代目。河内国に由来する。上艦公室には、楠木正重、大さしの像が飾られていた。1918年、大正7年7月12日。 火薬庫爆発事故により爆沈した。河内型戦艦、河内、摂津は日本海軍が最初に保有した土球戦艦である。30センチメートル連装砲塔6機12門を装備するが、砲塔は艦隊の中心線上に配置されていない。片言に向けられる手法は8門であった。同型艦摂津との識別点として、河内の艦首は直線型艦首であり、 一方、摂津のそれはクリッパー型だった。これは、識別を明確にすると同時に、艦隊機関の任務が多くなるであろう河内の艦姿の遺変を、めと思われる。ただし、口述の通り河内が艦隊機関もしくは、戦隊機関となった時期は短いものだった。また、手機である、カーチス式タービンは、川崎造船所で製造された。 日露戦争直後の明治40年度の計画により建造された戦艦2隻のうちの1隻で計画時の名称は移号戦艦。1909年2月12日、計画艦名移号戦艦を無内限りで河内と命名する。4月1日、横須賀海軍交渉にて午前8時20分にキールが据え付けられ帰港した。9月2日、広人新王。 後の昭和天皇。当時8歳、陽人と王、信人親王が、上村彦之城、横鎮長官等の案内で、横須賀軍港を見学、建造中の河内を訪れた。翌1910年10月15日、午後2時8分に河内は浸水した。異号戦艦は、正式に河内と命名された。浸水式には、明治天皇が臨席した。 1912年、明治45年3月31日、河内は、春行、海軍に引き渡された。河内建造の予算は明治44年度までで、春行はその期限ギリギリだったことになる。春行翌日の4月1日付で、第一艦隊に編入、整備や補給をした後の4月22日に作業地へ、向け執行した。5月24日、 第一艦隊機関を、香取から本館に変更。同年、大正元年11月10日、大正天皇皇太子、後昭和天皇。当時11歳が第一艦隊に行刑する。午前11時、皇太子は、お召し官平戸から河内、第一艦隊機関、では重藤司令長官に、上官、第一艦隊夫人の挨拶を行う。皇太子は、 同年9月9日、皇族未霊第17条により、この F 表第1連隊夫及び第1艦隊夫の陸海軍将位に任官していた。正午、皇太子は本艦から平戸に戻った。11月12日、横浜沖合で観艦式が行われる大正天皇お召し艦は筑馬。皇太子、洋人親王、信人親王のお召し艦は平戸。 韓官式終了後、河内には東伏見宮頼人親王が派遣された。1913年、大正2年7月14日、第一艦隊機関を式姉妹を変更し、22日本艦に復帰。同年12月1日、第一艦隊機関を本艦から今後へ変更。1914年、大正3年8月に日本がドイツに宣戦線布告。 第一次世界大戦に参戦すると、川内も8月から9月にかけて、東、品海や航海の警備に従事した。1915年、大正4年9月、楠木正重、オークスコ座像と四条縄手神社神経学記像の申し出があり、受理される。9月5日、オークスコ座像は、横須賀邸白中の河内に安置された。12月16日、 1> 第1艦隊機関をセッから本艦に変更。1916年、大正5年2月22日、第1艦隊機関を本艦から付装へ変更。1917年、大正6年1月14日、横須賀軍港には、河内以下日本海軍の艦艇多数、つくば、河内、一駒、春名、金郷、津軽、山城島が所在だった。 同日午後3時15分、横須賀停泊中の、つくばは、火薬庫爆発事故により爆沈。河内、生駒、春名、金剛等を在泊各艦は救助作業に従事した。12月1日、第一艦隊、第二戦隊に編入。同日府で、巡洋戦艦金剛副長等を歴任した、正木義太大佐が、河内艦長に任命される。十二月二日、第二戦隊機関を、 鹿島、第三艦隊第五戦隊へ、転出済みから本艦に変更。当時の河内は、第三予備艦から復帰したばかりで、寄せ集めの乗員の連動、そこをともに問題があった。1918年、大正7年3月12日、第二戦隊機関を本艦から摂津へ変更。7月12日、徳山湾には、艦艇多数、山城、不相、伊勢、摂津、 河内、とね、宅地区間が停泊していた。天候は不良、暴風雨で、視界は、極めて悪かった。15時51分、河内一番砲塔から発火、15時54分に、大爆発を起こして、全部マスト倒壊、右限原則に大破壊ができるなどし、船体は右に120度傾斜して、転覆、水深約12メートルの海底に着艇した。まさき、 河内艦長は、戦艦山城に救助された。この事故により621名が殉職した。皇太子、後昭和天皇は、自重武官、及川小四郎海軍少佐を遺門のために派遣した。7月23日、二隻、摂津、河内は、第二戦隊から削除され、健在の摂津は、第一戦隊へ転出し、第二戦隊は8月19日までは、 在役官がない書類上だけの体となる。9月21日、除籍。官邸類別表からも削除された。その後、河内の残骸は現場で解体された。館内より、楠木正重の座像や史上縄手神社神経画も、回収された。以下、河内沈没後の動きを記す。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。